はい、じゃあ45歳の元トラック運転手の方、若者へのメッセージということで始めていこうかなと思います。おみんな元気しとっか、山ちゃん久しぶりや。今日はあの大手の運送会社に入るにはどうすればいいか、これについて喋っていこうかなと思います。あの大手の運送会社、まあ、なかなか求人が出ない。それはなぜか、ほぼもうコネで決まってる、これが現実です。まあ大手、まあ、もしくは非常に条件のいい運送会社、これに勤めてる知り合いとかがいると、まあやっぱりなんか羨ましいなとか、まあ人によるけどね、思うことが多いんですけど、そういう場合はどうするか言ったら、その知り合いにもし空きが出たらぜひとも誘ってくれと。まあまあこういうことがあって、もう空きが出ると、まあそういうちょっと紹介で面接に至ると、うん、こういうことが多いんですよね。ただ最近ではもうそのまあコネっていうのも引っ張ってもらうにも、その対象者がもう50を超えてるとかいうことがあるんよね、やっぱりね。まあほんでやっぱり企業としては若いもんが欲しいから、もう仕方なく求人に掲載する、ハローワークに申し込む、うん、こういうことが多いかな最近はね。まあほんでやっぱりたまに求人が出たりしよる、うん、こういうことがまあまあ現実です。まあね、まあほんでそのまあ大手にみんな入りたいって思うはるんやけど、大手に入るとまあまあどういうことがあるか言うたら、まあ確かにね、あの、まあ以前の動画でも言うたんやけど、やっぱりあの退職金とか、まあボーナスとか、まあ若いうちから勤めてるとまあ退職金とかね、結構もらえるかな。まあやっぱそういうのはメリットはあるんやけど、大手の会社ってね、あの、まああの金に余裕があるんやろね、やっぱりね。だからあのデジタコにあの社内カメラとかをつけられたり、あとまああの、まあ、残業とかもきっちり出る代わりに、あの休憩何分以上とかしたら、あの休憩としてカウントされて給料から差っ引かれる、まあ残業手当から差っ引かれるみたいなことがあるんですよ。だからあのまあ一概にまあ大手の方が働きやすいか言うたら、それはちょっとどうかなっていうのはありますね。運転手で何のために運転手してるか言うたら、やっぱりあの気楽でもう一人で、まあ、好きなことして、まあ、とりあえず運転しとったらええわっていうのでみんな運転手やってるのに、車内にねあのカメラつけられて、例えばもう車内でタバコ吸うなっていう会社やったら、もう運転中タバコは吸えないんですよね、結局ね。もうだからもうそんなんで良ければまあ大手でもええかなというのがあります。あと休憩にしても、例えばもう15分以上止まってたらとか、まあ10分以上停車してたら休憩としてみなすというやつやと、ちょっと小腹がついたからマクドを寄ってみようと、ほんでパーキング止まってマクドに入った方がええけど、マクドが並んどる。そうすると結構もう10分とかって設定されてると、もうあっという間なんよね、並んでて注文して受け取ってとか言ってると。だからもうそういうところでやっぱりあの余裕がなくなってきよるかな、やっぱりね。そういう時間で計算される会社やとね、まあこれはね、あのいわゆるまあ労働組合とか、まあ働き方改革、まあまあその他諸々の影響なんやけど、昔の運送会社って結局歩合給やったんで、とりあえず荷物積んで目的地まで行って荷下ろしを無事完了すれば、何をしてようが別に誰からも文句言われへんが、それがなんかもう残業代だとか何度かかんとかっていうのが、まあまあここ10年15年ぐらいで出てきて、それからですね、あのなんかもう時間でデジタコで細かく見られて、ここは止まってる、何分止まってるとか言って、そっからさっ引かれて、そんなんなってるともうろくに休憩もできひん、眠くても寝れへん、
そういうことが起こり得ます。まあどっちがええかいう話なんですけどね。まあまあね、ちょっと話を戻して、まあ大手の運送会社に入るにはなんですけど、まあ当然やっぱりね、若ければ若いほどやっぱり取ってもらいやすくなりますし、それにもう転職回数がもう5個も6個もあると、なかなか大手っていうの取ってくれません。それがもう悲しいかな、現実です。やっぱりもう運送会社言ったらもうやっぱり長く勤めて、もうそんなね、もう1年やそこらで辞めてるような人っていうのはもうまず取ってくれないですし、それに、まあ今はどうか知らないですけど、大手の運送会社って言ったら、以前勤めてた会社に、内定員かな、ちょっと問い合わせしおることがあります。これはちょっと法律的にどうなんかなっていうところありますけどね。多分したらあかんやろうけど、しおるとこ多いです。以前勤めてた会社に誰々さんはどんな勤務態度でしたかみたいなことを言われます。あとそれと大手に入るにはやっぱり免許が綺麗じゃないと入れません。もう違反しまくってあと1点で免停になるとかいう人はもう入れないです。当然その違反履歴いうんかな、あれを出させるとこが多いですし、あと健康診断もあります大手は。だからもうわしみたいなもう糖尿のおっさんっていうのはまずもう入れへん。これはもう間違いない。あと暗視力いうんかな、突然暗い明るいところから暗いところに入って何秒間で物が見えるかみたいな、そういう試験もあって、そういうなんでも年いくとやっぱり厳しくなります。まあただ今はもうどこも人材不足です。だから50ぐらいでも全然入ろうと思ったら入ります、大手の運送会社。ただやっぱりさっきも言ったようにはもう転職回数が異常に多いとかいう人はもうちょっと弾かれます。これは仕方がないです。まあ、とりあえずやっぱりもう普段からハローワークのインターネットとかをこまめに見て、もし求人が出てたらすぐに応募すると。もうこれが第一です。運転系の YouTuber さんでなんかそういう資料を売ってはる人いはりますけど、まあ、そんなんね、買ったところで辺の突っ張りにもなりません、はっきり言って。とりあえず受かるにはやっぱりそういう健康状態、あと面接の態度、社会人としての常識のが備わっていれば、別にそんなね、なんか講習か講座かなんか知らないですけど、そんな情報を5万も出して買う必要はないです。とりあえず真摯に向き合う、もうそれが第一、そういうことです。そんな、まあ今日はちょっとなんか選挙演説みたいになりましたけど、そんなね5万とかのそんな就職するために情報を買う値打ちがあるのかどうか私は知りませんけども、そんなお金があるんだったら他のことに自分の子供とかにお金を使ってあげてください。それだけです。ほな、ご清聴ありがとうございました。